それでは、次回ではない。それでは、続きをやってまいりましょう。洛陽攻撃のため、我々は少しずつですね、軍を出しております。とりあえずこの対岸ですね、黄河の北岸に陣取ろうと思います。ここら辺は何て言うんですか、花台とか言うですかね、ここら辺。花台ってないんですよね、このマップでは。花台とか、なんとか感ありましたよね、ここね。何感ですか？ありましたよね。はい。そして洛陽、なぜ行くかというとですね、ここにはボンクラしかいない。花公坊が大衆をずっとやってたんですね。大衆花公坊、そして内から逃げてったオートン、こいつもボンクラだ。あとは、白岩子の原石ですね。グエン酸ですね、これは。ベトナムではですね、グエン酸がめっちゃ多いんですけど。だから、グエン酸は、世界第何位でしたっけ？めちゃくちゃ多い名字の一つなんですね、グエン酸。その原石のグエン酸ですね。別に、ボンクラではない、あ、でも、ボンクラパラメーターになってます。やっぱり、人のことをですね、白眼視でですね、別に白眼視する必要ないのに、白眼視とね、青眼視でね、こう分けるとか意味わかんないやつはやっぱり、ボンクラですよ。いかに。いや、ほんとボンクラだらけ。いいですね、ここは。およそちょっと、戦闘向きとは言えないような武将がいますね。長久と龍拳ぐらいかな。奉仕で出てくるから。この二人は。花公坊に至ってはですね、確か戦闘向きのやつが、あ、一応魚鱗持ってるんだ。水耕でね、結構出てきますよね。まあそんな程度ですよ。ええ。統率20というね。花公豚の息子で統率が20ってそんなあり得るのかと。武力に至っては花公豚と90ぐらい差がありますからね。親子で武力90ぐらいあるっていう。劉備よりひどいですからね。たかが何を生んでるんだ、これは。たかが何生んだんだ、これは。本当スズメよりひどいぞ、というね。そんな感じでございますね。はい。ということで、この行攻撃をしのぎながら洛陽に攻めていくという、めちゃくちゃ難易度の高いこと今日やります。できるのか？おい！さあ、行くぞ！ 1、2！ 輸送すごいなぁ。さあ、各所を捕まえた。いいですね。さあ、ちょっとね、ここら辺、早いとこ引き払って、ちょっと逃げ回りたいところですが。はいはいはい。うわ、木曜8万か。これやべえかもな。攻められないかもしんない。ちょっと多すぎる。なんとかなるかな。さあ、回ってきますけど、火をつけて待っていたい。そんな気持ちもある。うわー、ちょっとかじられたな。しかし届いてしまった。すごい。やっぱゴマス塗りのね、これ異民族の機動力。ものすごい。やっぱ2万ですね。まあ1万8000で足りるんですけど。ちょっとかすったりすると減っちゃいますからね。ゴマス塗りを維持していきたい。ただいま。この最終的にはこれ、こうやって平坦切った状態で、洛陽に上陸を始めればいいのか。いや、難しいぞ、それ。なかなか。多分それが一番邪魔が入らなそうな気がしますけどね。おっと、長所逃げたか。あんなクソじじいに逃げられるとはどういう、やっぱボンクラだな。もう、牢の守りもボンクラだ、これは。ちょっと牧羊の輸送遅れてますね。だいぶ減らしたかな、これは。明らかに遅れてる。これはチャンスなのか何なのか。おっと、撤退を始めている。踏まれるのを見越してかな。これは今攻めるチャンスかもしれない。行ってみますか。洛陽へ。よし、行くぞ。ちょっと輸送が、賊が出たせいで遅れてますけど、迂回して。なんとかまあいけるでしょう。出してきた。出してきた10万以上。おっと、なんだこれは。洛陽なんだこれ。ここに来るのか？ここ突っ込んでくる？あ、違うね。洛陽からも出していった。空城の計か。かからんぞ。かからんよ、そんなの。洛陽から何人出したんだ？ 3 人は見えてんだよな。3人。あれ？なんかおかしいな、この動き。なんだ、これは。そして、これは関係ないですね。関係ないところ、包囲占領。それでは、甲が渡ります。この緊張の一瞬。攻められてる中、甲賀を渡る。洛陽は12万。ただし、武将が3人ぐらい出てますので、中にいるのは5、6人というところでしょうか。さあ、誰がいるのか見てみましょう。はい。中にいるの2人か。2人ですね。原石上優。今がチャンス。今だったら落ちるんじゃないか、これ。まあ、このまま、ね、であれば。包囲しなくても落ちる。いや、それとも12万だよな。12万物理的に落とすのがなかなか難しいですけどね。しかも巨大都市。これはラストミッション。ラスボスだ。素晴らしい。そして、今回の部隊数もかなり多い。これ勝てるかな？こっちの左ルートは封鎖されちゃいましたね。これは古漢で一旦倒しましょうっていう流れ。ちょっと時間がかかる。さあ、このターン渡り切りますけども、どうでしょう？反応どうでしょう？さあ、オートンやりまして、ここは古漢ですね。古漢で足止めを食っている。平坦切りをやらせないんだと。そういうことも考えるんですね。しかし、抜けてきた。一部隊抜けてきた。さあ、これでレイヤーコ危なかったな。投石来てましたね。さあ、これで全部いったはずだ。どうだこれ、このまんまにしといたら大丈夫かな。このまんまにしとけば、追加で出せないから、いいんじゃないかななんて、ちょっと思っちゃってるんですけど、どうでしょうか。洛陽勢全滅しましたんで、次のターンから戻ってきて攻撃をこちらにかけてくるかもしれない。まあ、主にですね、これ、右岸で取っていった方がリスクが少ないかなと思いますね。スピードが速いですしね、大体。で、鉄柵構えます、これ。もしかしたらですね、古老館から来ちゃうのはまあ、しょうがないんですけど、これも防ぎようがない。古老館も、これもですね、封鎖はできないですね。古老館封鎖隊も作った方がいいかな。ある程度遅くする部隊。どうなんだろうな。これじっくりやりましょうか。ね。じっくりやった方がいいですね。さあ、一歩一歩進んでいきましょう。いいですね。これ、右岸はいいですね。ゴマス塗りでどんどん進む。そして、鉄柵を作っていく。おっと、出てきましたね。神秘を倒すぞ。これは、洛陽攻撃隊を倒すぞと言ってますけども、とりあえず、こっち渡ってきた。しかし、ここは鉄柵を敷いているので、通れない。この後どう動くかですね。とりあえず撤退見せ続ける。これでどうなるか。うん、まだ、こちらですね。攻撃対攻撃はやまないですね。一旦これ引かせて、これやっぱ古老館攻めないとダメかな。落とさないとダメっぽいっすね。コローカン自体は激生一人なんで、22,000でもこの部隊数だったら、部隊数、兵力だったら、いける気がしますけど。いやー、なるべくやりたくはないはやりたくないですけどね。さあ、また諸葛亮など出てくる。これ全部行に行くのかな？いや、一旦僕より戻るとか言ってますね。で、龍院、欧州一騎打ち。それいらない。欧州死にかけなんだから。いらないよ。2974。死ななければまあ OK ですけども。うちは本草学聞いてますからね。自慢の。それでは、コロカン狙いですね。行ってみたいと思います。で、なんだこれ。韓国間に輸送か。で、こちら、うか、おエンタン大丈夫エンタンおいな、新年これ新年こちらをご覧ください。新年の抽選逃れましたね、とりあえずは。大丈夫これ怪我してるとやばいんだよな。怪我、欧州か、びっくりした。もうね、追いボールだらけじゃ。オッケー、健康。まだいける。で、こちらですね。ウガンで兵員取ったら、次、おそらく、カナンで、包囲占領なんで、1ターンでいけるから、ここ。ここ1ターンでいけたらでかい。もうそれだけでですね、韓国間などこっちの方向からの援軍、かなり来づらくなる。その状態で、コローカン、取りたいなと、思っている次第でございます。さあ、どうだ動いてくるか。牧羊6万。もう牧羊主体だな。これはなんだこっちに来るかやっぱりこっちに来るかそして、包囲占領。いやー、これはちょっと早いかな。向こうの方が、早いか。ご報告いたします。先にね、行ければいいんですけど、これ。2ターンか。こっちも2ターンギリだな。ギリ2ターンだな。ただこれも2ターンか。踏めないか。ここは一歩一歩慎重に。また、退却指示でございます。ただ退却指示でもコローカンに向かってしまいます。そこがミソ。なんか来てるな。輸送か。これはやばいな。僕よ、ガリガリいっちゃってんのやばいな。僕よじゃない、落葉か。どうしたの？これは、もう、2ターンでいけなくなっちゃったんじゃないか、これ。おっと、動いてきたな。これは許してもらえないパターンだ。さあ、これは貼り付けが先かどうか。コローカン、ちょっと、一歩先に入る。おっと、なんだ。進路より戻る？このタイミングで戻る？わからん。これ、コローカン捨てたのか？いや、捨てたと見ていいのか？そして入っていく。とりあえず、ビーチフラッグは勝ちましたね。あとは、環球圏を押し当てていくだけ。陳龍と牧羊、ちょっとずつ出ましたね。こちらに寄っていく。コローカンを防衛しようとしている。コローカン取った後も難しいですよ、これ。さあ、環球圏攻撃だと言っておりますね。そして、包囲占領で守っていく。絶対に、行は落ちない。なんかデジャブだな。ここまでやって、なんか、ダメだった時あったな。ほら。デジャブだな、これ。ウガン、ダメでした。で、エンタン届く？これ。届かない？あ、いいね。エンタンス、引っ張れ。引っ張って次のターンで取れ。さあ、エンタンを追いに来た。そして、古老館。残り4000から一気に落としていく環球港。環球港じゃない、環球圏。環球港の方が馴染みなんだよな。で、一旦入って混乱なので、多分引くでしょう。で、後ろの後衛の人たちは、もう早速落葉夫人ですね。ここは迅速に行う。あー、危ね。踏まれるとこだった。ギリ行けまして、道連れは3部隊か。これどうかな？エンタン生きていけるかな？エンタンの逃避行始まる。これエンタン討伐隊が来る可能性十分に考えられる。なるべく遠くに行きたいところ。いろいろ出してきましたね。輸送と、あー、早速のこれ古老館攻めか。これは。いや、どうかな。微妙だな。北、宝球の民を刺激、いや、違うな。わかんない。多分大丈夫。で、これはまだ離れてないだけかな。そのまま行くのかな、これは。うん。動かないっすね。そのまま行くのかな。まあ、なら、いいでしょう。やりましょう。じゃあ。そのまま、我々は、落葉行きましょう。討伐隊来なかったな。エンタン討伐隊来なかった。では、エンタンは、裏から撃ちたい。そして火がついた。いいぞ。火攻棒なら火がつくぞ。落葉出ない。落葉出なくて、うわ。古老館そのまま攻めるか、これ。そうか、そうか。で、環球圏が統率上げながら落葉に猛進だ。いいぞ。さあ、15万から一気に5万近くを倒していった。そして北の方、占領。さあ、エンタン。ゴールだ。ゴール、エンタン。決められるのか、エンタン。落葉はあと10万。そして、耐久も落ちてってますね。耐久3300ぐらい。今、6人で囲んでおります。古老館、残り1万人。落ちますね。古老館も落ちますね。うん、まだでも、兵器が来てないんで、まだなんとかなっている。そして応援、3部隊。これが届けばもう、間違いなく、落葉は落ちる。ただ、長安からどう出るか。うわぁ、出してくるなぁ。あー、兵器出ましたね。まあ、どっちなんだろう、これ。古老館用の兵器なのかどうか。おっと、落葉耐久半分だ。素晴らしい。これはエンタンの力なのか。歴戦の名将となったエンタン。一応、エンタンの能力、見ますか？もういろんなの上乗せしてますからね。統率82、ブロック80。知力は30。知力低いな。政治もダメだ。だ魅力は玉璽で上がっている。名品。名品は持ってますからね。石飛ば持ってるし。武力は方天下劇でね、上がって80になっております。大将軍ですけどね、とりあえず。で、統率は陸東の7ですね。はい。こんな感じで、エンタン。歴戦の名将。結構視線をくぐり抜けたけど、もうちょっと上がっていいんじゃないか、ステータス。おー、いいぞ素晴らしい。固有がないっていうのはこんなに地味なんだっていうね。感動的な場面なのに固有がないだけでこんなに地味。で、古老館、あと、どうかな？あと3ターンぐらい、いや、兵器入れなかったら大丈夫なのかな？まあ、大丈夫かな？見通し、落葉を落とせそうな、私は気がしますが、行の守りが 18,000 しかない。落葉につぎ込みすぎてしまった。大丈夫か？まあ、平坦切れをそのまま放置しておりますけど、輸送を入れて5万増やして7万。いけるか。さあ、行くぞ。行くぞ、エンタン。最後のターンになるんだ。落葉は出てこない。誰が来ると言うんだ？長安から来ない。なんと長安、落葉を見捨てた。落葉最終段階。士気もかなり落ちてきている。これは、どちらで落ちるんだ？さあ、増援もやってきた。もう落葉。勝ち目はないぞ。ついに落とした！いやー、どう落とそうっていうね。どうやったら落とせるんだっていうところ。ボンクラだけでもね、このガチガチの落葉、こじ開けて落とせるんだと。いうとこですよ。敵将捕獲。まあ、もう敵将はいいでしょう。解放しよう。うん。よく戦った。我が、最強の我が軍に対し。さあ、最強のボンクラ軍団、ついに、都を奪取した。こちらをご覧ください。これにて、この物語は終了でござる。さあ、ラストですね。28までの状態。30万まで行きましたね。ちょっと減らした状態ですね。で、おー、ちょうど200万を切らせた状態。かなり痛めつけましたね。やっぱりね、宋英の代まで来ると、ちょっと弱体化しますかね。宋妃よりも、どうなんだろう、AI レベル低いのかな。うん。まあ、兵数持ってますから、ドバドバ投入はしてきますけどね。やっぱり曹操みたいな、粘着質な出し方してこないですからね。基本、もう曹操が死んだ時点で、あとはこっちが、ミスなく、そつなく、やれば勝てるというですね。ボンクラでもですね、きっちりやれば勝てるんだというところ。でございました。さて次からはまた新しいシーズンやって参ろうと思います。うん。またね、新武将とかね、入れてってもいいかなって思いましたね、ちょっとね。このシーズンやってて、とにかくですね、ちょっと今回はバランスがきつすぎた。これはね、難しければいいってもんじゃないですよ。今回のはきつすぎた。はい。そう思いました。きつすぎたけど、この平原の円端でちょうどいい、なんでしょうね、難易度というか、難易度良かったですね。むちゃくちゃ人が少ないわけでもないし、人ギリギリ何人かいて、っていうところで、でも2都市維持するのは難しいですよね。これね。うん。特に、ボンクラでしかダメとか言ったらね。なかなか難しい難易度じゃないかなと思いましたね、エンタンは。さあ次はどうやっていくかというところでございます。また明日よろしくお願いいたします。マタンゴ